皆さんこんにちは。今回は伊良部大橋を渡って伊良部島と下地島を歩きます。2015年に完成したこの橋は完成までに約9年かかったそうです。下地島空港は2019年に実に24年ぶりに定期便が就航。そのため17エンドに観光客が急増したことから周囲は車両通行止めとなったそうです。ここが多分干潮になると姿を現す幻のビーチだと思います。
17エンドの先端でおやつ食べます。サーターアンダギー食べます。めっちゃ紫。続いては賞味期限切れのマンゴーカップケーキいきます。これもめっちゃうまい。でもマンゴーっぽくない。下調べが必要です。通り池にやってきました。すごいな、ここはすごい雰囲気があるところ。両側は多分マングローブです。こんな感じの根っこ。日陰で涼しいです。おー、すげえじゃんここ、うん、トトロがいそう。なんか泣いた。泣いたな、うん、なんだろう、なんだろう。キュッて言った、キュッて、うん、あれかな。しゃべる。え、あれさ、あれなんて言ったっけ。あ、マングース。これがアダンの実です。ヤシガニぐらいしか食べないです。やだな。そっか、ダイビングだ。湧いてないです、ダイビングでした。人がいますね。だって動いてる。次の場所に行く前に魚市場一話でランチ。ごちそうさまでした。すごいとこ入ってきます。
すげえな。どうぞ。綺麗でした。あ、本当ですか。まだ先です。はい、すごく綺麗です。めっちゃ怖え。めっちゃ怖え。すごい。これはすごいや。ここはすごい。もう足がすくんで無理です。もうね、年を取るごとに高いところが怖くなっていく。でもすごい綺麗。ここは伊良部島の最北端、白鳥岬です。沢田の浜に来ました。ビーチに岩がいっぱいあるんですが、あまりにも潮が引きすぎてて、ただ並んでるだけです。これ夕日とかがあるとすごい綺麗かもしれないですね。前景はこんな感じ。うちの浜です。こっちが戸口の浜でした。すごい透明度、本当綺麗。でもここも綺麗。
りあえず観光を主だったところは終わったので、海を見ながらビール飲んでます。今日も夕焼けです。次回宮古島最終回、夜は青森で打ち上げです。最後までご視聴いただきありがとうございました。歩く鍼灸師ギーでした。